はい、大将です。えー、日曜日ですね。高松の宮記念 G1。えー、っと、2日ぐらい前に、えー、中間予想を上げたんですけどね。だいぶ変わりましたね。ガラッと変わりました。えーっと、ナムラクレア、うーん、マッドクール、ウィンマーベルらへんが本命かなと思ってたんですが、ナムラクレア状態も、うーん、 まあ、記者会見の感じ枠、なんかにまいちっすね、浜中くん。うん。できれば、まあ、銃より外、まあ、真ん中より外を弾いて欲しかったんやけど、今のあの状態で浜中くん、まあね、ねバばは向きそうやけど、どうかなうちで詰まるか。 外回してロスがね、また勝ちきれんような感じがしますね。本命6番ルガル。え状態、えまあ、ババもいいでしょうし、枠も絶好ですね。えモズメイメイとテームスパーダの間に挟まっとすよね。前にとバーっと行って、スッと出遅れん限り、5番手前後取れそう。 うん。それは東進マカオにも言えそうやけどね。ただまあ出遅れ再戦やったら三着は外さんかなというような感じがします。騎士の西村くんも上手。うん。まあ名前もいいですよね。宮杯勝ちそうな名前やし。まあ本命ルガルですね。出遅れ再戦やったらっていう感じです。 で、太鼓がね、えらい人気のないママコチャ。G1 馬ですよ。G1 馬。まあ、黒船の子、育ちの下でね、ババも渋っても大丈夫やろうし、中共も崩れてないという。こんだけ人気なかったらな、今8番人気とかよ。嘘でしょ。展開も向きそうやしね。太鼓をママコチャにします。 で、ちょっと外すぎるけど、えー、状態、えー、今、充実度ナンバーワン、ウィン・マーベルですね。まあ、スプリンターズ・セープス取らせてもらいましたしね。まあ、3番手。で、1枠2頭と香港馬が穴と。東資馬鹿もね、人気しすぎ。これ G1 人気しすぎやわ。G2、G1 じゃねえ、あんまり成績良くない。中京も0003。ルメールが乗るだけで、 この人気、今3番人気とかやけどね。前日。これは人気しすぎっすね。まあもちろんその、ルメールやからね。紐で入れとっていいし、ビッグアーサーの子供だからね。まあ、うーん、なんか G2、G3 までの馬な気がするね、東進馬かを。うん、ちょっと人気しすぎかな。馬場も本当は両馬場の方がいいはず。 一応まあ相手には入れますけどね。あとね、まあ。ソーダズリング、メイケーエール、ウィンカーネリアン、まあ薄いと思いますけど、まあ抑えます。まあ馬券はシンプルにこちらですね。ルガル一等軸、相手七頭ですね。1、2、3、5。 十、十、四、十、六と。ん何点かこれ。二十一点これ結構つきますからね。一番つくのも全然普通に万件超えてるんで。シンプルにこれでいいんじゃないかなと思っております。どうかなあんまりごちゃごちゃ買わず。まあ、薄いと思うけどね。八、十一、十三をね。ちょっと押さえの三連複をちょっと。 ま、あ気持ちだけ買っとっていいかなぁとは思うけどね。三浦高生ね。悲願の G1 制覇したらもう名村クレアよりも三浦なんじゃないんこれ。ねえ、大概も刀ね七7歳馬初戦にと。ま、あ条件は厳しいですけどね。で、前に行けそうもないメンバー構成。 まあ、抑えっすね。まあ、勝ったら素晴らしいけどね。ほんと。メイケールももうね、ちょっと終わっとうかな。6歳牝馬でね。もうポテンシャルはすごいんですけどね。まあ、もうこれも来たらもう感動っすよね。まあ、争奪リング、まあそこまで甘くはないでしょう。初戦にで。 ババアもなんとなく向きそうな気がしないけどね。まあこんな感じで行ってみたいなと。1枠2等香港場あたりが絡んでくれれば。でもこの人気やったら普通にママコ茶絡んでくれても全然いい。川田が乗って G1 場がこの人気というね。びっくりっすよね。 ま、こんな感じでね、シンプルに、えー、当てに行きたいなと思っております。ルガルね、どうかしたら一番人気になるやろうけんね。みんなね、だけ名村クレアがいまいちって思ってるんでしょうね、多分ね。まあ、これはしょうがないですよね。枠と状態とあの記者会見見たらね、軸にはできないですね。浜中くん自信なさそうやし。まあ、西村くん、いいっすね。 うーん、状態も絶好やしね。やっぱ G1 取るちなったらこういう、うん、なんて言うんかな。もう勢いと、やっぱ運と、この枠順、ババ全部が噛み合わんと取れんと思うから、もう取るならここなんじゃない西村くんが。シンプルに馬券これで行ってみたいなと思っております。しっかり当てたいですね。 それでは、大将の高松の宮記念最終決断でございました。ありがとうございました。